日本語能力試験っていうのがあんねんって。生まれはロシア、育ちは関西とか言ってさ、やってんだ、なんか心は日本人みたいなこと言ってさ、これはちょっとどうしよう、私怖い。3と4ではないよね。いや、ボケいらんでちゃんと真面目にやろう。嘘、3と4なん痛いからやめて。外国人絶対わからんってこれ。結構これは難しいかも。いける？もう恥さらしたい。生まれはロシア、先生完成、舞台は東京、ピロシキーズです。まあなんか最近さ、すごく外国人のコンビニ店員さんが増えたやんか。めっちゃ増えてる。で、彼らさ、まあなんかすごいなって俺思って、あの難しいやんか、あのバーコードピッとしたりとか、いろいろ支払いのね、支払い書やったりするのもね、聞かれたりとかして、ああいうのって日本語とかさ、どんな感じで学んでんねやろっていうのを調べてみたら、なんか日本には日本語能力試験っていうのがあんねんって。何のため、それは。で、その外国人の日本語の能力を調べるための試験なんやけども、なるほど。それが N5 から N1 ってあるね。 N1 5段階ある。そうそう、5が一番簡単で4、3、2、1って、まあ、1級、2級、3級みたいな感じのことかなと思うんだけど、があって、でコンビニ店員さんはその中でも N2 以上なんやって、で決まってるんで。マジで？でもたまにさ、喋ってるっていうような人もいるくない？いや、おるけど、でもそれでもそういう人でも N2 多分受かってんねん、N2 という。だから N2 とかがどんなもんかわからんやん。 N2 もわからんし、しかもコンビニの店員さんに聞いてみたことはあんねんけど、 N1 持ってる人結構多いやん。あれ、私 N1 ですみたいな。さすがに外国の人のコンビニの店員さんで N1 持ってるやんか、私たちはもうなんか、生まれはロシア、育ちは関西とか言ってさ、やってんな、なんか心は日本人みたいなこと言ってさ言うてるけども、これ N1 合格してないと絶対あかんよな。ちょっと一回やってみたいねん、今日。え、なんか一番怖いねんけど。もう恥さらす。もう恥さらす。俺も一緒に解くから、二人で頑張って解こう。本当は一人で解かなきゃいけないんだけどね。座ってくれるの。そう、一緒に。でも俺も不安やねん。どんくらいむずいか分からへん。まあ多分さすがにいけるやろうなとは思うんやけど、まあ、カメラの前のみんなもね、視聴者のみんなも一緒にぜひ試してみてもらいたいなって思います。いける？ちょっと頑張ります。じゃあ早速 N1 の問題から開始していきます。漢字やな。1問目。もう赤。彼は今新薬の研究開発にハーンいる。ちょっと、もうハーンってなんなん。1励んでいる、2望んでいる、3絡んでいる、4挑んでいる。本当は絡んでいるって選びたい人だ。2新薬の研究開発に絡んでんの。違うやろ絶対。違うの。まあ励んでいるか。そうだね、挑んでいるか。励んでると挑んでいるっていうのがあるな。そうだよ。でもこの漢字知らん。挑んでいる。あ、正解。え、でもこのレベルやったらちょっと安心やわ。でも俺はいける。でも1個しかないやんか、まだ1個目やで。次行くね。じゃあ括弧に入る最も良いものを1から4から1つ選びなさい。私の主張は単なるほほほほではなく確たる証拠に基づいている。1模索、2試作、3推測、4推移。3と4ではないよね。いや嘘。もうボケいらんでちゃんと真面目にやろう。嘘、3と4なん。3か4どっちかだよ、少なくとも。4推移っていうのはこう推移やから、何かがこう変わっていく様とか。あかん、もう今2とか思ってたからもう絶対あかん。あれちゃん、私の主張は単なる推測ではなく確たる証拠に基づいている。よかった。もうあれちゃん一人やったら無理やね。もうこれでもあくまでピロシキーズ二人のね力で。やめろ、痛いから痛いからやめて。二人のレベルを測るやから、あの全然あのフォローなってないから。何これ長っ。じゃあ俺が読もう、次の文章を読んで文全体の趣旨を踏まえて四角に入る最も良いものを一つ選びなさい。僕はプライドというのは絶対感だと思う。自分がバカであろうと非力であろうと、そういう自分全体に責任を持って堂々と押し出す。自分が未熟すぎて心配だなどというのは甘えだし、それは未熟ということをマイナスに考えている証拠だ。弱い人間とか
未熟な人間の方がはるかに膨れ上がる可能性を持っている。未熟というのは運命全体、世界全体を相手に戦う力というものを持っている。未熟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 失礼未熟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 で、はい、1、他人に言わせれば、2、僕に言わせれば、3、そうは言っても、4、そうは言うものの。何なのこれ、3と4ほぼほぼ一緒じゃねえか。そうは言っても、そうは言うもののって何が違うんですかこれ。どっちかでしょう。え、これさ、僕に言わせればっていう感じじゃない。そうやね。だからさ、これ関西弁で考えた方がええねん。あ、そうなん、そもそも、うん、ね、そうなんな、僕に言わせたらええで。あ、じゃあ2やな。2や、うん、これでブーって出たらやばいよね。むずいな、むずないこれ。外国人絶対わからんって。これ結構これは難しいかも。A と B はそれぞれ別の新聞のコラムである。 A と B の両方を読んで、次の問いに対する答えとして最も良いものを1から4選びなさい。国語辞典大原典の第4版が発売された。ちょっとこれ難しい難しいこれ。何ですか。俺はこれかなと思ってるのがある。まあその B は批判的かな。だからこの中では、4と2、うんうんうん、どっちかになるってことだよね、うん、2か4。 A も B も両方とも批判的なのか、それとも A は明確にしていないけど B は批判的であるになるか。ちょっと待って、 A を理解する。 A が批判的かどうかを理解しなければならない理解させてこれはてか難しすぎ。これこんなん分かる外国人いるか。わかりません。すごいな、こんなん撮ってんのコンビニの人。やばくない。やばくない。 A は多分明確にしてないよこれ。どっちかわかんないけど。そう、別に A はありのままのインタビューとか事実を書いてて、ほんで B はどっちかっていうとそんなん賢明であるし、うん、見送った方が賢明だったからみたいな。じゃあ4ってこと。うん、でもなんか納得いってないな。わかんなかった。何言ってるかわかんなかった。もうお願い。あえ、飲んどいてんの、読んどくから。え、飲んどき、俺が読んどくから。失礼します。まあまた文章の問題で筆者が何が言いたかったかを当てるという問題。いやー、わかんない。歴史の教科書には有史以来の大事件が山ほど取り上げられている。歴史の特色は歴史が起こったことの連続として書かれていることである。バブル期にマネーゲームに手を出して損をした企業は本業だけに精を出していた企業を羨む。文章で筆者が言いたかったことは何か。1、起こったことの連続として書かれている歴史はその裏にある起こらなかったことを忘れている。真実は書かれていないことの中にあるのである。2、起こらなかったことは注目も評価もされていないが、実は起こらないようにするには大きな努力が払われている。私たちはその大切さに気づくべきである。4、人々は起こった方を好むから、歴史とジャーナリズムは事件を追うことになるが、経済中心の世界ではそれが仕方のないことである。え、全部ちゃん全部ちゃんってなるんやけどな。こんな分かることないでしょ怒んないで。ちょっとだってこいつずっと怒っていることが怒ってないことのことについて怒ったことはでも怒れなかったことのよりみたいなことを言ってるわけでしょ。そんなの怒るわけないでしょ、怒らなかったことなんて。おさんとってよ。うん、むずいな、これ難しいやんな、うん、これ日本の人でも難しいでしょ。でも俺2なんじゃんって思ってまうんだけど。だからさ、こいつはさ、なんか知らんけど俺がな思ったのは、予防医学とか大事やろって。何かが起こらんようにするための予防医学とか、うん、資本主義の社会やからみんな注目されへんけど、でも本当であればそこの部分は大事なんちゃうかってことを伝えたいっていう意味で2かなと思ったね。ゆうすけどう思う？これ1やと思う。難しい。考えるほどやばい、うん、ちょっともうちょっと考える。わかんた、じゃあ俺一応2で、アレちゃんが3で、うん、ユースケ1。これでさ、4だったらウケるよね。じゃあどれを選択したらいいの、これ。グラスの考えるやつをいきます。じゃあ2。おー、2だった。
難しいこれ。いやもうしかもさ、日本人のゆうすけにも勝ったからな。これは嬉しい。お店の人がジュースの説明をしています。こちらをご覧ください。当店では美味しさだけでなく栄養のバランスを考えた健康ジュースをご用意いたしました。黄色、紫、緑、赤の4種類、それぞれ効果が異なりますので、皆様の体調や目的に合わせてお選びいただけます。まず男性サラリーマンの方に人気なのがこの黄色でして、こちらは疲労回復効果があります。次に女性の方におすすめなのがこの紫で、美容に大変いい要素が豊富に含まれております。緑にはパソコンなどによる目の疲れを取る働きがございます。またちょっと高いんですが、若い男性の方々からは黄色にさらに美容効果を加えたこの赤が大変ご好評でございます。へえ、良さそう。やっぱり綺麗になるっていうのは魅力的ね。でも仕事で一日中パソコン使ってるんだよね。そうなのよね、目の疲れってのも辛いのよね。そっちの方がいいかな。じゃあ飲んでみたら。僕は最近体がだるいから。赤ならお肌も綺麗になりそうね。ちょっと高めみたいだけど。いや、僕は美容効果の方がいいよ。質問1。この女の人にはどのジュースが最も効果的ですか？緑。緑だね。質問2。この男の人はどのジュースを飲もうと考えていますか？黄色。はい、ということで、なんとか全問正解。なんとかだね。すいません、もう申し訳ないっす。つうか、日本の人でもさ、まあ、聞き取りの問題とかはいいとしてさ、文章問題日本の人もできひん人おるって絶対。外国人で N1 持ってるって言ってる人には、舐めたらあかんでってことやな、これ。いや、これでもほんまって感じじゃない？うちらでもこんなに苦しんでんねんね。うん。普通って分かってないっしょ。55% ぐらい当たったらええんかな、これ。まあ、まあね、これ。難しい、簡単なところとか、そう、聞き取りと最初の部分だけ合ってるといけるとかな。ああ、文章のところが難しかったな、その長いところね。おお、それが難れてね、舞台は。やばい、ちょっと。おやすみ。皆様、できましたか？現場からお送りいたしました。